岩本健一は北海道日本ハムファイターズの球団職員。役職はチーム統括副本部長兼国際グループ長。身長170センチメートル。北海道旭川市出身。北海道旭川北高等学校時代は野球部に所属していたが膝を痛めて挫折。アスレティックトレーナーを志してケンタッキー大学に留学。 その後、レゴン州立大学に編入し、卒業する。ヒューストンアストロズで、期間限定のトレーナーをしていた時の、統括ディレクターに誘われ、日本人高校生とマイナー契約を結んだ、ニューヨークメッツに通訳として入団する。1998年から2002年にかけて、新庄強しや小宮山悟のアメリカでの通訳を、務めた。2003年から日本ハムに所属となり、 2007年にかけて監督であったトレイ・ヒルマンの通訳を務める。審判員への講義の際には、ヒルマンと一緒になって、口調を荒らげるなど、感情も一緒に通訳するスタイルも注目された。ヒルマン監督退任後は、通訳研究団候補を経て、2017年、現在は、チーム統括副本部長兼国際グループ長として、活動中。妻は、 北海道放送アナウンサーの森理恵で2008年1月24日に結婚ありがとうございます。